おはようございます。スリコー TV です。本日の動画はこちら。先日ですね、手に入れたデプスのウェーブメンバーズで注文することができる、ブルシュータージュニア。これをね、ちょっとね、ここで効くんじゃないかなってポイントで投げ込んできてみたので、ぜひご覧ください。おっしゃっしゃっしゃ、来た。ねえ、やつがなくなったりしたらあれだけど。はいはい、オッケーオッケー、大丈夫だよ。ほいお、大物だ。大物だ。はい、ブルシューターで釣れましたよ。ギルカラーですけど、パッコシね。秋のシーバス、ね、S 字軌道にたまらずバイトってことで。じゃあね、引き続きこれね、まあ塩焼きサイズちょいって感じですかね。生後の一番大きいサイズ釣れました。引き続き頑張ってみます。ありがとう。はい、というわけでね、今回はね、あのシーバスでね、使ってみたんですけども、っていうのもね、結構ね、サッパっていう魚がいて、大きなね、ベイトだとこの白っていうのがね、有名なんですけど、この白を小さくしたようなね、サッパっていうね、ベイトがいて、で、それとかをね、食べてるタイミングで、このサイズ感の、ね、これ。こんな感じのシルエットの平たいものをバタバタ動かしたら釣れちゃうんじゃないのなんて思ってですね、ちょっとね、ブルシュータージュニアね、投げてみたわけなんです。ただね、ポイントとしては、その後ね、釣ったシーバスとかの吐いたものとかを確認して、サッパっていうよりね、イワシの小さいの。ね。これぐらいのね、ほんと、指でね、こんぐらいのサイズね。これぐらいで細長いイワシを変色していて、だからね、これで入れ食いっていうわけにはいかなかったんですけども、ただね、後ね、結構、仲間がバタバタとこう、魚を釣っていくところはあったんですけども、なかなかね、サイズアップしないんだよね。まあ、この白パターンだと70、80喜んでっていう感じでね、大きなシーバスとかね、ビッグペンシルで釣れたりするんですけども、夜はね、結構ね、生後クラスが活発に小さなイワシを捕食していて、で、そのサイズにルアーを合わせていかないとなかなか口使わないんですね。ただね、これね、小さいと言っても2オンスある56グラムぐらいあるね、サイズ感のルアーなんですけども、これで釣れたらね、ちょっとね、サイズアップしてくれたんで、そういった意味では、まあちょっとベイトは、ずれていたかもしれないんですけども、水中でこう、パタンパタンパタン、キラッキラッキラッってやったところね、なかなかいい反応が得られたので、引き続きね、またね、昼夜問わず、ちょっとね、鈴木の方は狙っていこうなんていう風に思っているので、これね、ほんとね、使ってみた感じは、まあ、投げやすい。ジュニアサイズなので、これのフルサイズの190とか160のね、お兄ちゃんたち、あれだとね、結構ね、専用のタックル持っていかないと、なかなかね、投げるの億劫になっちゃうんですけども、このね、まあ、2オンスなんですけども、非常に投げやすいのと、あとは、この、平たいボディなので、シーバスってね、結構ね、塩逆に噛んでたりすると、めちゃくちゃ、引き抵抗が強くなってきちゃうわけなんですね。ところが、この薄いボディのおかげで、まあ、塩紙に投げても、塩のこの下の方に投げてもね、そんなに重くなく、つるんつるんつるんとこう、塩をうまいこと受け流しながら、つるん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 、ゴンっていう感じでね、食わせ使いやすいな、なんていう風に、感じましたよ。大きなサイズもね、もちろんリップのないものであれば、非常にね、巻き抵抗なく、スルスルスルゴンって感じでね、使いやすいんですけども、特にね、このジュニアサイズっていうのは、もうほんとね、ちょっとした、よく使うミノのリップ付きと、このリップなしのこれね、同じぐらいの引き抵抗だな、使いやすいな、なんていう風に思いました。でね、まだシーバスは釣れていないんですけども、これのリップの付いたね、兄弟のブルドーズジュニア。
あ、結構ね、あそこね、魚が追ってきてる追ってこないっていうのが分かる、見えるんですけどね。追いはね、ブルドーズの方が実は多かったんですよ。あ、もう一歩のところでね、見切るっていう場面がまあね、正直多かったんですけども、魚を沸かせる力っていうか、まあ追っかけてくるっていうのはね、ブルドーズの方がね、格段に魚の追いは良かったな。で、でもね、ブルドーズで釣れなかったんだけども、このね、ブルシューターに変えてみた。で、このリップがないから結構ダート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 、まあね、チョン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 、ギラン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 っていう感じで使ったら、あ、まあ実際に当たりが出たのはこのタイプの、ジュニアサイズの、まあ、リップのないブルシューターのね、ジュニアであったって、こういうことだったんですね。で、まあ針はね、もう最初からフッ素加工のね、鋭いのが、ついているので、もうね、ハーモニカ食いでしたね、久しぶりに。ちょっとね、針外すの大変だなって思っちゃうぐらいね、がっつり食い込んでくれたので、またね、まだ結構ね、夜ね、餌は活発にポイントに行けばね、追っかけてるみたいなんで、まあ、このルアーはじめね、その他のいろいろ試してみたいルアーとかね、投入していこうかななんていう風に考えております。何してもね、今回ね、買って やっとね、初めて釣れた。バスのね、釣り場にもちろん持っていきたいんですけども、なかなかね、バス釣りね、休みがなくて行けていないので、まあシーバスでね、どんな動きかななんていう風にね、試してみようなって思ったらね、釣れてくれたので、あ、まあこれ早くね、バスね、まあちょっと今ね、ギルは徐々に沈みがちな季節に入ってきたんですけども、まあ来年のね、ゴールデンウィークぐらいまでかけてね、じっくりとね、ブラックバスの方は狙っていこうと思いますので、まずはね、ちょっとね、まだ秋の荒食いが継続しているので、スズキ釣りね、シーバス、東京湾のシーバスワンオクフィッシングで使ってみたところ、ガツッと釣れたよってね、動画にまとめてみました。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、デプスのですね、ウェイブメンバーズ限定のスペシャルルアー、今年バージョン、2019年バージョンですね、ブルシュータージュニア、これで、いい魚が釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。